スターリングストリート駅はニューヨーク市地下鉄 IRT のストランドアベニュー線の駅である。ブルックリンク、プロスペクトレファーツガーデンズのノストランドアベニューとスターリングストリートの交差点に位置し、2系統が終日、5系統が平日のみ停車する。ホーム駅はノストランドアベニュー線が開通した1920年8月23日に同時に開業した。 相対式ホーム2面と線路2線を有した2面2線の地下駅である。駅は1950年代にホームを延長し、有効長は510フィートとなり重量編成の列車の入線に対応できるようになった。ホーム壁面のタイルは1920年の開業当初のデザインのままで、スターリング ST と書かれた駅名標がある。また、 1950年代に延長された部分の壁面には、茶地に白で、スターリング ST と書かれた駅名標がある。ホーム上には、ライトブルーの柱が等間隔に立っており、黒地に白のニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が掲げられている。改札外には4つの異なる絵画が飾られている。なお、この絵画の制作者及び作品名はわかっていない。 当駅は、ノストランドアベニューセンーにおいては、珍しい改札街を有する構造となっている。改札口は、駅北端のホーム上階に存在し、南北ホームから2つ階段が接続している。改札口には、回転式改札機と切符売り場、新聞売り場と地上への階段2つがある。ありがとうございます。